Activating combat mode. Conflict resolved. Attack!人が寝てただけ？ただのいびきだったってこと？なんかがっかりだけど。でもその人誰なんだろう？そんなところで寝てるなんて、もしかしてこれ新しい七不思議？6番目の不思議はね、炎の中に宝物って言い伝えがあるんだ。でもこれ以上の情報は何もなくて、ごめん、調べようがないよね。もう少し僕が調べてみるから、お兄ちゃんは待っててよね。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムーエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムーエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト、これは偶然なのか？ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にしてくれ。それ以降、セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取り憑かれたかのように書物を読み漁り、
地下室の明かりは決して消えることはなかった。中は炎と煙で何も見えないはず。いけるか俺。この日じゃ1分が限界だ。どうよ。よし、待ってろ。俺が行く。見つけた。息子が外で心配してんぞ。今出してやるから、もうちょっと我慢してくれ。母ちゃん、母ちゃん。お兄ちゃんありがとう。僕の大事な大事な母ちゃんを。こんな炎の中から。炎の中、大事な大事な。どうしたの？もしかしたらこれが第六の不思議かもな。え？炎の中の宝物は母ちゃん？そうか、そうなのか。うん、全然不思議じゃないけど、がっかりじゃないよ。それじゃあ残りは、あ、次が最後の不思議だね。いや、七つ目の不思議はまたにしよう。それより母ちゃんの解放だろ。そうだね。うん、じゃあせめてお礼に。お兄ちゃんありがとう。僕の大…ひどすぎる。Conflict resolved. Jana!
in combat mode. ソルジャーの。おっしゃー。 Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved.セフィロスにやられたんだな。嫌い、シンラもソルジャーもあなたも。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう、母さん。セフィロス！なぜ村人たちを殺した？なぜティファを傷つけた？答えろ、セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識でこの星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが、母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで、俺と一緒に行こう。やっと会えたね、母さん。セフィロス、あんたどうしちまったんだよ。セフィロス、信頼してたのに。
Activating combat mode. いや、お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。お前ごときに、クラウド、セフィロスにとどめを。
この男が面白い、実に面白い。新たなサンプルに使えるね。